池田のことをもっと知りたい。クイズ、池田100のこと。第1問。池田の好きな曲は？なるほど。始まってしまいましたね。始まったか。難しくないか？まだ足りねえな、やっぱ本田は。マジで、高校の、中高のあれ出てる？男子校グループ出してる？出しちゃおう。行きました。はい。せーの。ターン！スメルズ。あー、そうだ、それがあったわ。ちょっと全然わかんなかったわ。池田の好きな歌は？桜色舞う頃。そういう感じか。そういう感じで来るんだ。だる。だりー感じで来るわ、今日。池田が無人島に一つ持っていくものは？いや、意外とシンプルだと思うけどな、池田はこういうのは。せーの。ドン。わ、そんなヒッピーそんなヒッピーかな。ヒッピー感あるのよ、池田は多分。もっとサバイバーだと思うけどな。ナイフか。池田が無人島で一つ持っていくとしたら何？下痢止め。すっごい消極的だね。悲しいな。下痢しないためにこれを持っていくからね、ナイフをね。そう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 。池田の子供の頃の夢は？さすがに知ってるぞ俺。さすがに知ってろ。せーの、ドン。一緒よ。同じです。うん。いや、これだと思うんだけどな。頼む！うん。池田の子供の頃の夢は？甲子園に出ること。うわぁ、そんな身近なんだ。惜しいよ、これダメこれ。近い目標を立てるタイプか。池田が嫌いな音は？金言のヒュッ。何言ってるかこれマジで分かんないわ。池田を将棋の駒に例えると？放射。将棋知らなすぎるだろう。池田を芸能人に例えると誰？長嶋一茂。ちょっとなんか分かんだよな。池田の口癖は？これはでもね、多分当てても当たんないんだわ。俺ら多分一緒だと思う。マジ？多分ね。せーの、ドン。あ、違うわ。でも、アホの子、アホの子ではあるのよ。池田の口癖は？ああ。変わったわ。よし、来た。こっちのアホだった。来た。こっちのアホだったか。嬉しい。知ったかせる時も聞こえてない時もこれなんだよね。そう、こっちの方が回数多いのよ、多分。そうだ、そうだ。池田の趣味は？おお、はい、せーの、ドン。あー、それね。あー、いや、それ趣味とは言わなそう。いや、でもこっちの池田もある。うん。池田の趣味は？街を歩く。うおー、すごい。やば、マジかよ。こーい、来たマジか。いやー、何って聞かれるときやっぱおっさんは言わないからね。なるほどね、ちょっとかっこつけんのね。そう。池田が好きな季節は？うわ、来た。四択問題来た。四択問題か。いや、俺これなんじゃないかな。せーの、ドン。わー、それ自分でしょ。いや、違う。10月生まれはみんな秋が好きなの。誕生日があるから、うわ、たぶん誕生日があるからってでかいね。うん。でも今日池田に、夏だねー。池田が好きな季節は？秋。うわ、即答だったな、しかも。いや、そりゃそうなのよ。10月生まれはみんな秋好き、ほんとに。マジかよ。うん。池田が好きな行事は？ドン。あー、なるほどね。そういうことね、行事って。うん、わかんないけど。いや、それもあると思うけど。うん。池田が好きな行事は？スイカ割り。夏好きじゃねえかよ、お前。夏だろ、じゃあさっきの。そうだよ。池田がプロレスラーになったら、どんな名前をつける？無理に決まって、当たるわけねえだろ。マジで当たるわけねえだろ。せーの、ドン。なんでトリプル B って。
トリプル H を知ってるかな、池田が。トリプル P ってなんだよ。ビッグベイビーからなのね。ビッグベイビーボーイ。池田がプロレスラーになったらどんな名前をつける？池田ザコング。ダッサ。なんでまあまあ早めに出たんだよ、それが。池田はスイカの種を何メートル飛ばせる？知らねえよ、マジで。どうでもいいわ。はい。せーの、ドン。そんな飛ばねえよ。そこまでバカじゃないよ、池田も。そこまでバカじゃない、さすがに。池田はスイカの種を何メートル飛ばせると思う？あー、まあ、3。3? めっちゃ生きった割に言い方めちゃくちゃ生きってたのに下回ってきたマジか、ここまでバカじゃないから、さすがに。でも払いて払いて払いて池田が好きな犬種は？あ、犬知ってんのかな、池田って。いや、結構可愛がる人だってことは俺知ってる。でも飼ったりしてないと種類まであんま知らなくない？はい、せーの、ドン。あ、そっち系？うん。池田？いや、なんか、割とちょっ、池田の好きな犬の種類は？ラブドー、ラブラドール。性欲が全面出ちゃってんだよ。一番ダメな言い間違いだから、それ。池田が自伝を出す時のサブタイトルは？サブタイトルなんですけど、タイトルじゃないんだ。ドン。いつからそんなになったんだ。池田が自伝を出すとしたらどんなサブタイトルにする？楽しい未来。小学生じゃないんだからさ。自伝だからね、未来のことじゃないからね。混ぜたい混ぜたいな。池田がお風呂で最初に洗う箇所は？どうでもいい、マジで気持ち悪い。はい、はい、せーの、ドン。あー、なるほどね。それは最初に取られるかどうかだろう。池田がお風呂で最初に洗う場所は？お腹。珍しいよ、絶対。なんで当然かのように。珍しいって絶対。それ、池田が尊敬する歴史上の人物は？せーの、ドン。ああ、なるほど。うわ、海外行ってきたか。あ、世界史じゃなかったけど、わかんないけど。池田が尊敬する歴史上の人物は？田中正造。田中正造？誰？ちなみに俺、田中正造誰？何やった？誰ですかって聞いてみて。何をした方ですか？なんでだよ、お前尊敬してんだろ。尊敬してんだろ。どういう状況これ。こんなことある。お前が尊敬してるっつったんだよ。困ってる人の味方した人。ざっくりすぎだろ。大体そうだよ、歴史上の人物。何したやつだって、田中正造よ。本当に払いたい。最終問題。池田が好きなアルファベットは？うわぁ、なんでもいい。はい。せーの、ドン！なんで？ F って。池田が好きなアルファベットは？ A。
考えてるか。そうか、原点戻ったか。はーい、終わりました。クイズ池田100のこと、優勝者は13問正解、はい、悪い本田。うわー、マジかー、やりましたー。13で本田の方が上なんだ。中高の差、アドバンテージを打ち破り、確かに10分の1も俺は池田のこと分かってなかったとだよ。優勝した悪い本田へのご褒美は池田に会えるです。またこれいいな、いつも会えて緊張すんのよね、結構下行くの。じゃあ行ってきますわ。はい、ありがとうございました。おお、ポンちゃま、ポンちゃまってなんだよ。ホンダでした。ホンダだよ、ホンダだよ、意外とホンダだ。すごい難しすぎるよ、問題がマジで。13問と9問だよ。そうか、全然でも俺のこと知らないんだな。もっと興味持ってほしいな。いやいや、池田より俺ら知ってる、多分池田のこと。絶対池田が聞いたらあーってなるやつは言ってるから。でもすごいね、やっぱ矢崎とは薄っぺらい上辺だけの関係だったんだな俺。そうだよ、うん、何も知らなかった。濃い時間を僕と過ごしてます。